皆さん準備はよろしいですか？ねえ、本当にこれでいいの？こんなバージルだけ犠牲にするようなやり方で帰るのが正しいことなの？彼女たちだって今まで一緒に戦ってきた仲間じゃない。お気遣いありがとうございます。しかし皆さんのサポートが私の任務です。私たちのことは気にせず、どうぞ元の時代に帰還してください。僕はミラン、僕アーキアルブレード高速装置のメンテ。彼女たちの汚染は多分本人が思っている以上に進んでいる。このままじゃ誰かが残って手伝ってあげないといけない。そんなはずはあります。いえ、ただいまシステムチェックを行った結果、現在の作戦の成功率はおよそ 9.3 でしょ。だから僕は残るよ。この中で一番プログラミングに詳しいのは。待て、そういう事情ならどうせ俺は部隊の仲間を失った時から帰る気なんてなかった。それに俺ならクリスほどじゃないが、機械の知識も。よし、なら俺。バカかお前は。いやいや、確かに俺は機械には詳しくないが。おい、真面目な話さ。俺はこのサバイバルを生き抜いた大事な仲間を一人でも残して、雑用でも何でもいい、俺にも何かあんたの戦いを手伝わせてくれよ。ちょっと、そんな言い方したら、もっとも私は初めから残るつもりだったけど。おい、お前ら本気か？その顔、キャプテンもこいつらと同じ考えか？まったく。バージル、現在の作戦成功率は？はい、現在の成功率は 96.6% です。ならこれで 100% だ。じゃあ僕も。いや、クリス。なんで僕だ。だからだ。お前には。これはワームホール転送技術のデータが入った端末だ。本当は俺がいつかこの世界に取り残された人々を救い出す方法を見つけるためにだ。だから俺はこいつらと違って一生をここで終えるつもりはない。いつかか、その希望を俺たちの中で一番賢いお前に託す。頼んだぞクリス、お前が未来を作るんだ。はい。ロード・オブ・ダストの拘束には時間がかかります。その間敵も黙って見ていることはないでしょう。ワンダラーの襲撃が予想されます。万全の準備を整えてからワームホール採掘機にアクセスしてください。皆さん、ご協力ありがとうございます。それでは、作戦行動を開始します。ワームホール、開きます。考え直すなら今のうちだぞ。今更そんなこと言うと思ってるの？おい、痴話喧嘩ならよそでやれ。年寄りの説教もな。みんな、準備はいいか？来ました。
速が完了するまでアーキアルブレード高速装置を防衛してください。ここが正念場です。私たちが総力を挙げてあなたの戦いをバックアップ。